ラグビー。ラグビーは、イギリスラグビー校発祥のフットボールの一種。現在、ラグビーユニオンとラグビーリーグの二つのスポーツとして、主に行われている。日本でのラグビーは通常ラグビーユニオンである。和名で、東急やらしき集級とも呼ばれる。この競技は、正式には、ラグビーフットボール、ラグビーフットボールと呼ばれる。二つのチームに分かれて行われ。 楕円形、回転楕円体のボールを奪い合って、相手陣のインゴールまで運ぶ、あるいは H 型のゴール上部に蹴り入れて、得点を競うスポーツである。イングランド発祥の競技ということもあって、ヨーロッパ、イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア。このうちイングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズは、ホームユニオンと称されるばかりでなく、オセアニア、 オーストラリア、ニュージーランド、サモア、フィジー、トンガ及び南アフリカ、アルゼンチンで人気の競技である。とりわけ英連邦諸国内では、サッカーやクリケットと並ぶ人気スポーツである。アメリカンフットボールは、楕円形のボールを使う、タックルにより、相手の前進を止めるなどラグビーと共通する特徴を持っていることから、古い時代に共通の起源を持つと考えられているものの、 全く別の競技である。ラグビー選手を指す、ラガーマン、ラガーマン、ラガープレイヤーという言葉がある。ラグビーの起源は、1823年、イングランドの有名なパブリックスクールである、ラグビー校でのフットボールの試合中、ウィリアム・ウェップ・ウェリスがボールを抱えたまま相手のゴール、目指し走り出したことだとされている。1840年頃にはボールを持って走る。 ランニングンが確立して普及しだしたのは確かであるが、その第一号がエリス少年だったかどうかについては諸説ある。しかし、エリスが最初にボールを持って走ったという証言が、記してある文章が、ラグビーの起源を調べる上で最古の文献だということは、間違いなく、起源と考案者を探る上で、名前が分かっている人はエリスただ一人である。なお、 エリス少年がルールを破ったとされるのは、ボールを手で扱ったことでなく、ボールを持って走った行為についてである。その頃はまだ今で言うサッカーも生まれておらず、当時のフットボールでは手を使うこと自体は、ルールとして許されていた。エリスは1806年に、マンチェスター近郊で生まれ、ラグビー校では少なくとも3シーズン、フットボールをプレーしている、オックスフォード大学に進み、 卒業した後は、牧師となり、病気療養のために渡った南フランスで65歳で、没した。南仏コートダジュールのショートシマントンに墓地がある。ラグビーとクリケットを愛したと伝えられている。ラグビー校では、ラグビーのルーツ以外にも多くの習慣が生まれており、イングランド代表の白いジャージの元になった白いシャツと、ショーツと紺色のストッキング、ハーフタイムにサイドをチェンジする習慣。 インターナショナル代表が被るキャップ、H 型のゴールポスト、大円球のボールなどラグビーの起源を示すような証拠が多くこの学校から生まれた。ラグビーの源流である原始フットボールは中世イングランドに起源を遡る。数千人の大人数が手と足を使って村と村の対抗戦として原始的なフットボールを行っていた。ちなみに一点選手で勝負を決めていたことから、 長時間続けるために得点するのを難しくしようと、オフサイドが生まれ、今日のラグビーにもルールとして生きながらえている。試合は祝祭でもあり、死者も出るほど激しかった。19世紀に入り、ラグビー校やイートン校、ハロー校など、パブリックスクールでは学校ごとに独自のルールで、それぞれのフットボールを行っていた。 それぞれ学校で違うルールの統一を目指した競技は長らく行われてきたが、1863年10月26日に、ロンドンのフリーメイソンズタバーンで FA フットボールアソシエーションとロンドンに A12 のクラブの間で会議が開かれ、12月までに6回のミーティングをもって統一ルールの作成を行った。この統一ルール作成により近代サッカーが本格的に誕生した。 この時、一部のクラブの代表が、ボールを持って走ること、ボールを運んでいる相手にハッキング、すねを蹴ること、トリッピング、引っ掛けてつまずかせること及びホールディング、追えることを行うことが認められなくなったことに、合意できず、FA を脱退した。これが、ラグビーフットボールとアソシエーションフットボール、サッカーが分岐した瞬間である。そして1871年、 脱退した者たちによって、サッカーの FA、フットボールアソシエーション、1863年設立に対抗して、ロンドンで、ラグビー協会、ファ、ラグビーフットボールユニオンが立された。発祥であるイギリスでは、中流階級から上流階級の間でも人気があり、その子息が通う名門校でも、盛んに行われていることから、紳士のスポーツとも称される。 ラグビーは英国でも指折りの炭鉱地帯である、マンチェスターを中心とするイングランド北部のランカスター、ヨークシャー地方並びに、ウェールズ南部で発展していった。しかし1895年、選手の労働会社などへの休業保障問題、現在も兼業しながらプレーする選手が多数だが、当時は今と違って、ラグビーにはプロ契約が存在しなかったがきっかけで、北部で、 ラグビー協会からの分裂が起き、22チームからなるプロリーグが発足した。それ以降、世界にはラグビーという名のスポーツが2つあり、ケンブリッジ大学対オックスフォード大学戦に代される南部を母体とするアマチュア主義を歌った組織は、ラグビーユニオン、北部を母体とする報酬を目的とするものは、ラグビーリーグと呼ばれる。日本でラグビーといえば、ラグビーユニオンのことである。 分裂した頃は、ルールは全く同一のものであったが、現在では、ユニオンは15人制でリーグは13人制である。ルール上最も異なっている点は、ラグビーリーグが FW の未集、ラック、モールを排除したことである。プロ容人のリーグへ転向するユニオンの選手の流出が相次ぎ、リーグに移った選手はユニオンでのプレーを禁止されるなど、長らく、ユニオンとリーグは、 対立状態にあった。しかしラグビーワールドカップなどをきっかけに120年以上アマチュア主義を守ってきたユニオンも1995年以降にプロを認めたこともあり、高知層での交流、リーグのディフェンスシステムを日本に取り入れるなどなどから次第に対立は緩和。今は選手がユニオンとリーグを行き来することも多い。現在、英国では ラグビーリーグとラグビーユニオンの両方のルールで、前後半の試合を行うクロスコードゲームが行われることもある。ラグビーユニオンは、プロ並びにアマチュア競技として行われ、ティア1の上位国であるフランスの実力が抜きんでている。ティア2及び3の境界には、ジョージア、日本がある。ラグビーユニオンは、アイルランドダブリンに本部を構える、ワールドラグビーによって統括される。 ラグビーユニオンはニュージーランド、南アフリカ、ウェールズ、フィジー、トンガの国技である。ラグビーユニオンは世界中で最も人気のあるラグビーのルールであり、ラグビーセブンズとして知られる7人制。ラグビーユニオンは2016年のリオデジャネイロオリンピックでの導入が決定している。ラグビーリーグもまたプロ並びにアマチュア競技として行われており、世界レベルでは 国際ラグビーリーグ連盟によって統括されているヨーロッパ、オーストララシアにおけるアマチュア及びセミプロの競技会に加えて2つの主要なプロリーグとしてオーストララシアのナショナルラグビーリーグとヨーロッパのスーパーリーグがある。ラグビーリーグ代表チームの実力はニュージーランドが抜きんでている。その他の南太平洋及びヨーロッパの国々もそれぞれ及びにそれぞれ参加している。 ラグビーユニオンとリーグに共通する特徴的な要素には、楕円形のボールの使用や前方へボールを投げることの禁止があり、選手が陣地を得る方法はボールを持って走るかボールを受けるかしかない。ラグビーリーグではユニオンと分離し、以降より速いペースのよりトライを試行した試合とする目的でルール改正が行われている。ユニオンとリーグの主な際には、 リーグが13人制で、ユニオンが15人制であること以外には、タックルとその直後のプレーがある。ユニオンのセットプレーには、相手選手のパックをボールのポゼッションのために互いに押し合う、スクラムやタッチラインに対して垂直に平行なラインで並んだ、両チームの選手がタッチからげられたボールをキャッチしようと、試みるラインアウトがある。リーグのルールには、 スクラムはまだ存在しているが、関与する選手が少なく、争われることもほとんどないため重要性が大幅に減少している。セットプレーは一般的にプレーザボールの状況から開始される。ラグビーリーグのポジションの多くは、ラグビーユニオンのポジションと同様の名称を及び、要件を有しているが、ラグビーリーグにはフランカーが存在しない。イングランドでは、ラグビーユニオンは、 支配者層のスポーツとして広く認められており、主に上流階級及び中流階級に属する人々によってプレーされる。例えば、私立学校や文法学校、グラマースクールの多くの生徒はラグビーユニオンをプレーする。しかし、コンプリヘンシブスクール、総合性中等学校でも人気を得てきている。このステレオタイプにもかかわらず、ラグビーユニオンは特に西部地方では、 すべての階級で人気がある。グロスターラグビーは労働者階級のクラブの典型例である。対照的にラグビーリーグは伝統的に労働者階級のスポーツとして見られてきた。ラグビーユニオンに対する上流階級ステレオタイプのさらなる例外はウェールズである。ウェールズでは伝統的にラグビーリーグは休日にプレーする単行労働者や産業労働者からなる。 小さな村のチームと結びついてきた。アイルランドにおいてラグビーユニオンは国や宗派の壁を越えた求心力であり、ラグビーユニオンのアイルランド代表はアイルランド共和国と北アイルランドの統一チームである。オーストラリアではラグビーユニオン及びラグビーリーグの人気はニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、オーストラリア州と特別地域に集中している。 イングランドと同様の階級間の障壁がリーグとユニオンの間には存在し、これはラグビーユニオンが私立学校で指示され発展してきていることで促進されている。上記の地域ではラグビーユニオンが上、中流階級のスポーツ、ラグビーリーグが労働者階級のスポーツと認識されているのに対して、ニュージーランド、ウェールズ、パリを除くフランス、コーンウォール、 グロスタシャー、サマセット、スコティッシュ、ボーダーズ、アイルランドのリムリック州、太平洋諸島は例外であり、ラグビーユニオンは労働者階級に人気がある。それにもかかわらず、ラグビーリーグはやオーストラリアのニューサウスウェールズ州、及びクイーンズランド州では労働者階級のスポーツとして、指揮されている。ニュージーランドでは、ラグビーリーグは、下流階級あるいは、オークランドの西部の郊外に住む。 下流階級を示すウェステスや最近ではラグビーリーグが人気のあるオークランド南部貧困地域のスポーツといまだに多くの人によって考えられている。イギリスではラグビーユニオンのファンはこのスポーツの別称としてラガーという用語を用いることがある。ニュージーランド人は通常ラグビーのことをフティあるいはフットボール呼びラグビーユニオンを指す場合はラグビーあるいはユニオン。 ラグビーリーグはラグビーリーグあるいはリーグと呼ばれる。アメリカ合衆国ではラグビーをプレイする人々はラガーズと呼ばれることがある。フランスではラグビーは広くプレイされており、スペインとフランスとの間の境界領域に沿ったバスク、オクシタニア、カタルーニャ地域に強い伝統がある。また、19世紀に英語話者の入植者によってラグビーが伝えられた南アフリカでは、 ラグビーは非常に人気がある。イギリス人入植者はラグビーをオーストラリア及びニュージーランドに伝えた。ラグビーはフィジー、サモア、トンガなどポリネシアの国々に広まって人気を博している。ラグビーユニオンはアメリカ州やアジアの一部でも同様に成長し続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。